はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。楽園実況チャンネルへようこそ。さあ本日なんですが、セリオンズがね診断で登場しましたので、ヒロイックウォリアーズ皆さん向きましたが、こちらのパックで登場したセリオンズを使った芝刈り楽園強欲デスペアセリオンズ、名前長デッキ名長、このデッキをね、ご紹介していこうというふうに思っております。セリオンズっていうテーマは、診断解説動画を見ていただいた方であればどんなカードか分かってるかなと思うんですが、自分の墓地にセリオンズかまたは同じ種族のねモンスターがいないと装備して出てこれないということで、墓地壊しギミックととても相性がいいんですよね。で、ちなみに効果はやっぱレギュラスとそれからリリー・ボレアが一番強いと思っていて、レギュラスであれば何でも効果無効、セリオンズカードをコストにモンスターカードをコストにして何でも効果を無効にできるという効果、それから、リリー・ボレアであればセリオンズ魔法トラップカードを持ってこれるんで、例えばセリオンズリングとかね、これ何でもセリオンズ持ってこれるフィールド魔法だったりとか、あと戦闘赤耐性があったり、墓地からカードを回収したりできるんですけどとか、セリオンズこれセリオンズじゃねえや、これだ、セリオンズリングを回収することができると、あとセリオンズクロスね、これ妨害になるトラップカードなんですけど、これを回収できるということで、結構強いと。でこのギミックとじゃあ何が相性がいいかっていう話なんですけども、セリオンズたちが出すのにまずそもそもやっぱ墓地にセリオンズが いると必要であるということで、愚かな埋葬ができるカード、はい楽園融合ですこれねセリオンズってね都合がよくね光属性と闇属性いるんですね当たり前に。なので、デューク・ユールとか、イレギュラーを墓地送ってあげれば楽に有効で、セリオンズが出せるということで、そもそも相性がいい。さらに、墓地に送るということは、一番最強のカードがありまして、これがね、隣の芝刈りっていうんですよ。これがですね、めっちゃ頭悪いでしょ。その隣の芝刈り打って、セリオンズ出したら相性いいんじゃねっていう、めっちゃ頭悪い、この発想。これ意外とね、このねアルギロシステムが結構ねアドバンテージを稼いでくれまして、これ墓地に落ちてる場合、これ1にどっちかしか使えないんですけど、普通に手札から発動する場合はセリオンズカードをオロマイするっていう効果なんですけど、墓地に落ちてる場合は自分の墓地のセリオンズを回収できるという効果がありましてね、セリオンズカードのアルギロシステムを回収できるという効果がありまして、これをですね芝刈りで落とすと、好きなその落ちたセリオンズを回収できるという義務があるんですよ。でこれをね使って芝刈りを打った時にアドバンテージを稼いでいきたいと。で芝刈りを打った時にアドバンテージを稼げるカードいっぱい入ってまして、例えば、悲劇のデスピアンであるとか、白雪であるとかね、こういうモンスターを入れておりまして、この辺のモンスターを芝刈りを落として効果を発動していくという感じになっております。で、楽園融合が愚かな埋葬であるっていうのは分かっていただけるかなと思うんですけども、このね、楽園にはね、楽園の起源というカードがありまして、この楽園カードなんで、もちろんね、デスペアの道化アルベルとか、スプリガンズキットとかから持ってくることができるんですけども、楽園の起源がですね、どういう効果を持ってるかというと、これね、セリオンズとめっちゃ相性いいんですよ。手札のモンスターを1枚相手に見せつけると。で、そのモンスターと同じ種族で、攻撃力か守備力が2500のレベル8融合モンスターをエクストラデッキから墓地に送るという効果がそもそもありますと。要するに手札のモンスターと同じ種族のやつを墓地に触れるってことですね。はい、でその後、これは適用しなくてもいいんですけども、アルバスの楽園か、そのカードが指定されたモンスター一体をデッキから手に加える。もちろんね、これで初動であるスプリガンズキットとかも手札に加えることができます。で、楽園の起源はね、セリオンズと結構相性良くて、例えば、キングレギュラスを見せると、機械族である、スプリンドを墓地に送れて、で即座に、キングレギュラスを出せるんですね。とか、例えば、あとはここか、ブルーズワイン、これは戦士族を墓地をくれるんで、これアブソルトゼロを墓地をくれるんですよ。でアブソルトゼロってこれフィールドから墓地を送られたフィールドから離れた時、相手フィールド上のモンスターを全部発するっていう効果があるんですけど、これね装備状態で発動してもこれ効果発動するんです。だからね、これねブルーズワインでアブソルを装備して、ブルーズワイン効果でブルーズワインと相手のセットカードとか破壊して、でその後にアブソルで全ぶっ破みたいなこともできるんですよ。これめっちゃ強いです。はい、こういう動きが楽園の起源からできるようになります。はい、あとはあんま言うことねえな、楽園ギミックを結構厚めに入れていて、これでこんだけ枚数多いから割とルーン対策にもなったりとか、あとアルバスの楽園3枚と、デスピアンであんまデッキ切れないようにしたいとかね、リソースが切れないようにしたいとかっていう動きをしていこうかなというふうに思っております。はい、ちなみに楽園融合から、ブリガンドを出すことによってレベル8以上のモンスターであれば何でも送れるんで、キングレギュラスとかリリー・ボレアーとか墓地を送って即座にセリオンズで装備という動きも一応できます。はい、増地打たれた時とかになんかやったりするかもしれないですね、この動きはね。はい、早速ね、この圧倒的名前超絶長え上振れ上等デッキぶん回していきましょう。めちゃくちゃ楽しいのでおすすめです。ゆえでスタンバイ。うわー、どっちから打つか問題きたーまあ強欲で行くんなら芝刈りだけど、いやさすがに芝刈りは通したい。強欲で貪欲なツボ発動。あれ、デッキの枚数見てなかった。あぶねえ、30、あぶねえデッキの枚数見てないんでね、これ合同打ってもまだ10枚落とせるっていうのがいいところです。60枚できる。はい、で危ない T のデスペアの効果、これなんか裏らねえな、裏らがねえことは確認したわ。俺今のどっちから打つか問題あったけどな、芝刈りからの方がさすがにいいのかな、ちょっとわからんわからん。もう通ったら強いのは芝刈りからか。なるほどですね。リソースちょっと一回確認しておきまして、除外されているのが、はい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 、なるほど。これはですね、キングレギュラスから入れるという圧倒的アドバンテージ。キングレギュラスから入れるの強すぎないか強すぎバロタ。さあ、召喚ムービーかっこよ、召喚ムービーかっこよ、見た今。セリオンズ・キングレギュラスの効果を発動する。セリオンズ・キングレギュラスはセリオンズ・モンスターカードを墓地に送ることによって、まあ何でもいいのか、カードはこれセリオンズ・リリー・ボレアを墓地を送ることによってセリオンズ・魔法トラップカードを1枚手札に加えていく。はい、もちろんセリオンズ・リリー・ボレアを手札に加えていく。そしてセリオンズ、リングを発動。これな、ここちょっとあれだな、やっぱリーパーファム欲しくなるな。リーパーファームちょっとね、これ難しい。これなんかどのセリオンズを入れるかは正直、まあブルーズアイ抜いてもいいまである。ブルーズアイになってリーパーファームでもいいかもしれん、妨害なんないから。まあ言うてやっぱそのアブソルの動きしたいけどな。まあ、とりあえずデスペアの同期アルベルを召喚。ちょっとなんかデッキ紹介の時は諸説あるわ。ここ多分セリオンズのモンスターは何が入ってるかは諸説ある。で楽園融合とかいう最強カードも通ると、これ全部通るとガチでやばいこと起きるんですよね。で楽園融合の効果を発動しまして、まあ、白雪を墓地に送るとかいう最強のムーブを相手に見せつければ相手は心折れるんじゃないでしょうか。でアルビオンを融合召喚。そしてあるあるアルビオンのモンスター効果を発動。アルビオンの効果により白雪はうるさい、黙れ。これキングレギュラスあるからね、なんか例えば無限雇用とかエフェクトベーラーとか、まあうららとか増時、まあ増時だったら投げてると思うけど、なんかそういうね、なんかね、なんでもね、なんかね、妨害してくるようなカード全部無効にできるんだよ。ちなみにニビルもケアできます、これ。強すぎません？ニビルもケアしながら楽融合今打ってます、僕。はい。これはさすがに強すぎ、まあ、アルバスも一応回収できるから次の攻め手にもなるかもしれない。で、ミラ・ジェイダーを出していく。リベリオンと除外ゾーンのアルバスをデッキに戻しながら、融合召喚、現れろ、ミラ・ジェイド。うほい、翡翠との合体エジル・ギュメルが早く欲しいな。でスプリガンズキット、いやこれあれだったマジで、こういう時リーパーファーム欲しくなんだよな。いやこれリーパーファームの採用はね結構ね諸説あんだよ。これマジで入れた方がいいかな。まあ、赤の楽園回収するわな。これブルズアイよりは仕事先行ではあるからな。上振れた時にめっちゃ強いっていうのあるんだけど、でも自分のターンではリーパーファム君何もしないんですよね。かなりむずいです、これ。かなり諸説あります。まあ赤セットしてエンドか。でイレギュラーもブルザイもあんま出す必要ねえな。はい。これでいいでしょう。で白雪が出てこれるんで、バー開けとくと。これで一応裏側守備表示の妨害が1。レギュラスで無効が1。でミラージェイドで除外が1で、赤の楽園で、まあ、ガーディアンキマイラが出てくるのが1。で、ガーディアン・キマイラが出てきた後に、アドリビデム回収できるんで、ミラジェイドがもう一回出てくるからもう1ということで、それはどうでもいいや。全部で今、5妨害があります。5妨害。先行5妨害。ちなみにここに、リーパーファムがいた場合は6妨害になります。誰も勝てないでしょう、そんな、こんなデッキは。さあ、転移の喧騒ね。はいはい、どうぞ。これさ、今までってさ、楽園ってさ、そんなに妨害数用意できなかったじゃないですか、先行。まあ、次のターンの準備もしながらリソースを確保してんで。ああ、はいはい、バキだね、オッケー。まあ、そういう動きだったと思うんですけども。いやね、妨害数めっちゃ伸びるね。セリオンズいるから。さあ、まあ、このトークンはまあ、吹き飛ばしていけば、まあシンクロはできないから、ここでまあ一回絶対あのデッキにはシンクロさせない、ムーブをしていきましょう。はい、チューナー消えました。さあその効果で転移出してくるんだけども、これやると源流族しかもう出てこないと。これはどうでもいいな。めんどくさいの来たな。これ裏側にしちゃうか。白雪さん、フルルルさあ、白雪さんの効果で自身を特殊召喚して、特殊召喚に成功したワイフィールドのモンスターを一体裏側守備標準にできる。君ちょっと一回裏側になってくれる。ベシダ君ね、これバウンス待ってリンクそうになって今強そうだから、でやばいね。残り30秒しかないね。まずいことが起きたね。参戦の際強いカード入ってる。でもそれはレギュラースで無効にできる。いや、これがすごいところですよ。新楽園セリオンズデッキの強いところ。これ今までは魔法カードをね発動されると無効効果なかったんですよ。これね、レギュラース組んで無効にできます。強っ。押すとこれ、さあどうする。さあこれ攻めてもねえだろ、さすがに。でもさすがに攻めてねえだろこれ。はい、参戦の際さえも無効にできる、あまりにも最強の効果。セッティング、よし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 、いいぞ。で赤の楽園、やばい、残り20秒しかない。なんかいろいろ白い毛のコストとか考えたら、なんかめちゃくちゃ時間食ってる。やばやばい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 、ちょっと待って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 、やばいやばいやばいよやばいよ、時間ない時間ない時間ない、ガチであかん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 。でガーディアンキマイラ出す。残り8秒しかない。やばい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 、なんか調子乗って。いや結構ね、やれること多いから時間かかるんだよね、このデッキ。ラジオで戻ってこい。うるさい、止まれ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 、危ない危ない危ない。まだガーディアンキマイラのさ、なんかさ、破壊する対象を選ぶやつあるよね。でこれ出てきたガーディアンキマイラ効果で、こことここ、危ない！うるさい！危ない！危ない！危ない！やれることが多すぎて逆に困る。あまりにもやれることが多いため、これ楽園だけど割とタイムアウトレベルだな。これさっきタイムアウトしちゃったぞ。いや強いデッキってことですよ。でもそういうなんか選択肢が多い。逆に言うとプレイング出るから、なんか俺自分で作っといたんだけど、使いこなせてないわ。あとどう、この進化研究、ミュートリア進化研究所のこの気持ち悪い回転。このフィールド結構うるさくない？これなんか新しいね、ミュートリア研究所とかいう、ミュートリア進化研究所っていうのがフィールドなんですけど、なんか扇風機みたいなやつめっちゃ回ってんだよね。めちゃくちゃうるさい。これさ、厄介なミラーってやつなんじゃないんですか。これどうだろうな。ゴードン通ってくれると割とアドバンテージ的には結構ねあると思うけどね。はいはい。でアルビオンくんですね、了解しました。アルビオンくんの効果を発動しまして、で赤の楽園かなんかをセットしてくるスタイル。ああなるほど、これもう今打っていくスタイルね。ああなるほど、ハカーナケア。やべえ、俺ハカーナ持ってんのこれバレてる。お前俺の手札見てる。お前は俺の手札見てる。さては貴様、ジョースター貴様見ているな。融合か、いいだろういいだろう、強いな、盤面的には強い。ドラゴスタペリアと、ミラジェイダーが出てきて、ミラジェイドの除外とスタペリアの無効があるんですね。で手札が3枚何かという話。いやね、コストでね、無限包容を捨ててるやつだったからね、これさすがに手札結構強そうですね。うららとか増獣とかありそう。まあ、とりあえずね、一発ね、挨拶から入って、強欲で強欲で、強欲で強欲なツボを発動。まあ、うららかー。2枚ドローしたくね。打つわ。打つ。これは打つ。打ってから考える。さあ、ハカアーナの指名者によってウララを除外して、なんだこのチェーンは、このチェーンなんだ、ゾージーかわからん。でウララの効果を無効にしてカード2枚ドロー。あんま強くねえ。あんまり強くないあんま強くねえな。とりあえずですね、レスピアの道家アルベルを召喚して効果を発動。アルベルの効果を発動は許していただけますかどうかと。許していただける。なるほど。あんまり持ってくるもんねえな。今もう楽印融合もあるしな。赤の楽印もあるしな、まあ、とりあえず楽印融合打つわ。楽印融合発動。今これはさすがにと、あ、増殖する G ね。まあそこまでは読んでいましたってやつですね、これね。はい、まあ、そこまで読んでいた。で、まあこう止まるわけいかないので、止まるんじゃねえぞ状態なので、私はとどまるところを知りません。まあ知ってますけどね、どこまで行ったんだろうかっていう話ですけど、まあこれはルベリオンか。とりあえずね、アドバンテージを稼げるモンスターなので、まあ、ヒッキのデスペインを落とし、そしてルベリオンを特殊召喚して効果を発動していく。で、手札コストは楽印開幕で融合召喚をしたい。そして悲劇のデスピアンの効果を発動。デッキから、デスピアモンスターを持ってこれる効果に、ドラゴンサペリアが発動するので、ここでしっかりと赤の楽印くんをぶち込んでいく。ふいで、アルバス回収。アルバス回収からの、アルバスルベリオンですな、これな。あまりにも無駄のない動き。そして、アルバスの楽園を回収しながら、モンスターを特殊召喚。現れろミラージェイド。よし、これでも怖いもんはね、ミラージェイドミラー。そして、あっちのミラージェイドは融合召喚に成功したっていう情報は消えてるから、あいつはなんかフィールドから離れても、特になんかこっちで破壊を、なんか、発動してることはない。今のところな。で、とりあえずルベリオンで、まあ、こっちもさすがにドラゴスタペリアが、スタペリアにはスタペリアよっていうね、話が、にわかになんか言い伝えられてるらしいんで、まあ、スタペリアにはスタペリアを、はい。これでまあ一応ね、4枚もドローされましたけども、4枚、3枚か。うん、3枚か。3枚もドローされましたけども、まあいいでしょう。バトルフェーズいきましょう。で、スタペリアは上から叩けるんで、まあ、スタペリアは普通にぶん殴っていく。で、あいつは効果発動しか意味がないから、もう普通に破壊されるしかない。で、ミラジェイド君は効果発動した方がいいですね。で、ミラジェイド効果発動して、アルビオン。で、ミラジェイド効果発動する。はい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 。いいでしょう。全然いいでしょう。まあこれは普通にドラゴンスペラで無効にして、さあスタペラ君の効果でミラジェイダーを無効にしていく。 OK、 さあ君のミラジェイドは無効だけど僕のミラジェイドは有効よし、盤面が勝利したぞ。あとはあっちのアドバンテージをどのぐらい防げるかどうかな。うい OK で1800で2700。あと残りライフいくつあの人、3200。なるほど、マスカレードは微妙だな。3200か。次のターンの準備した方がいいですね。アルゲロシステムで、なんか送ってきましょう。適当なやつ。とりあえずね、はい。これでセットして。これでいいんじゃないでしょうか。ターンエンディングストーリー。で、アルビオンの効果を発動。あ、楽印融合かな。いや、断罪あるな、これ。断罪だわ。これで楽印融合無効だでこっちは、断罪の効果で楽印融合を回収できる。じゃあメルクリエでお前のアルビオンの効果無効にしてしまう。残念ながらこのメカモズの効果により相手のモンスターの効果を無効にすることができる。強すぎる。いやメルクリエ仕事してくれた。ここへ来ていいぞ。で手札は5枚だがこっちの盤面もまあそんなに悪くはない。楽印融合を止めることもできるし赤の楽印でなんか動くこともできる。無限包囲、まあまあそのくらいはね、そのくらいは逆にやってくれないと困るといったところだな。でこれ楽印融合で楽印なさって言ってもう一回楽印融合って言ってきた時はめっちゃめんどくさいっていう。アルバスの楽印、なるほど。まあここは断罪するしかないんじゃないですか。楽印断罪をぶち込んでアルバスの楽印を融合したいとするモンスターをデッキに戻しながら相手の特殊召喚する効果を無効にしていく。バリ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 バコーン。よし強い最強で相手手札2枚ね。楽融合って言われた時が一番うるせえな。まあでもドラゴスタペリアはもういねえんだよな。相手の妨害になるモンスターはいないので、まあちょっと一回見とくしかねえか。優遇。優遇ね、優遇エッジインプチェーン、オッケー。フィールドモンスターじゃないからガーディアンキマイラとか出てこないしな。はいはいはい、どうぞ。問題なし。エッジインプチェーンとデスピアンであれば問題なし。オッケー、いいでしょう。オッケー。ジャスラックは別にそんなに困んねえわ。今、8000あるしな。こっち8000円持ってるから著作権料を、支払いますんで。相手の、著作権、ゆっくり茶番劇の使用料を支払いますんで大丈夫です。はい。8000あれば。で、赤の楽園発動して、一応、キマイラ出しに行きましょう。で、ここで、モンスター特殊召喚する。やっべ。なんでさ、こんなに時間なくなるんだろう、俺。楽園回すの下手くそなんだよな、多分。ガーディアンキマイラ特殊。こうか。やれること多いからね、楽園ってね、除外ゾーンと墓地とかぐるぐるするデッキ、あんま得意じゃないんだよね。で、悲劇のデスピアンと、これで悲劇のデスピアンか。悲劇か。悲劇のデスピアンと、アドリビディム効果。これは多分ギリ間に合うな。さすがに。やることあんまねえわ。で、アレベル、で、2枚ドロー破壊。で、これ開幕で耐えると。なるほど。いいでしょう。で、アレベル効果。あまりにもアドバンテージ稼ぎすぎはの。おー、やるね。まあ、どっちにしてももう1枚アレベルあるけどね。はい。次のターンの楽に横に打った方が良かったんじゃないかっていう話はあるけども、一応サーチ。残り11秒。なんで俺こんな時間なくなるの年俺いつもこんな時間なくなるんだろうか。はいはいはい、わかりました。あとはなんか、ゆっくり茶番劇1体残ってるだけでしょ。いや、さすがにね、これね、5000円あったらね、支払えるんだよね。でもね、5000円あればね、著作権でなんか、割と安いの。あの人の著作権料。なんとかなると思う。ジャスラック爆破しに行くか。一回楽園融合を打って、で、何残ってんだと。残ってるか、一応。あんまり意味ねえけどな。サーチするカードないっていう説あるの、ほとんど。セリオンズイレギュラーでいいか。で、ここで、横。で、ゴードンとか一生打たないので、リベリオンでゴードン捨てて、大体ね、3枚入ってるカード、結構、アルバスとかはあるから、なんか、ゴードンで飛んでも大丈夫なように一応構築してあるんで、ゴードンは、まあ、打ってもいいです、結構。結構打ってもいい。ゴードン打ってもまだデッキ50枚あるから。で、アルビオン墓地を送りながら、やつを吹き飛ばして、これで著作権料はもう徴収されないと。よし。もう著作権を徴収されることはない。で、リリー・ボレアを回収して、はい。はい、最強ムーブ。はい。で、リリー・ボレア効果。はい。はい。で、はい、装備。で、リリー・ボレア効果。フィールドか手札のモンスターを墓地に送りながら、もうイレギュラーいらん。で、セリオンズ。リングをサーチして、で、セリオンズリング発動。で、しっかりと相手のバトルフェーダーもケアしていくと。バトルフェーダーもしっかりとケアして。まあ、入ってないですけどね、多分。まあ、手札一番ある状態のかっけえ何回見てもお前の召喚ムービーかっけえな好きだわー、キングレギュラス君。バトルフェーズいきます。バトル。どうこの盤面ここまで展開できるのが楽園セリオンズのパワーですわ。これなんかさくるくる回ってるのめちゃくちゃ気になるなこれこのフィールド最初ちょっとかっこいいかなと思ってたけどさメイト代はかっこいいわ結構これなんか水流れてるし、下の方になんか謎の液体がなんか体に悪そう なんか謎の液体が流れてるのはまあいいとして、この扇風機めちゃくちゃうるせえなこれ。さあ無人機関アルギロシステムが発動されていく。きたせセリオンズいいね、さすが心拍統一は新デッキと当たられるから結構楽しみだよ俺は。セリオンズキングレギュラス強え、いやーかっこいい、相手が出してもかっこいいのがセリオンズキングレギュラスのいいところだな。うんやばいな、でも普通にリリー・ボレアちゃんこれ装備解除して、あ装備解除っていうか捨てて、魔法トラップサーチがきついが、これはなんだクロスかリングかリーパーファーム出てくるやつ、はい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 、リングでリーパーファームサーチスタイルですかねこれね。ちげえからリーパーファームめんどくせえな、まあ、バンスはでも効果無効にするわけじゃないから、まあ言うてやるか。サンクステはリング発動しないの、リング発動しないのどういうこと、なるほど。キングレギュラスの一応見えてるところがキングレギュラスの一望があるんですよね。だから愚かな埋葬はとりあえず打っていくと、まず愚かな埋葬をぶち込んで墓地に送っていく。全然無効にしてくんねえな、ちょっと無効に一回してくんねえか、頼む無効にしてくれ、無効にしてくんねえ全然、やべえ全然無効にしてくんねえ。なんで俺これリリー・ボレア送ったんだ、まあいいや。キングレギュラス発動、これはさすがに止めるでしょ、キングのレギュラスくんだよ。あま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 あ、まあ、そうですよね。セリオンズクロス持ってるんですよね。そう、さっきリングが持ってきてたからなんかあるんじゃねえかなと思ったんだけど、あったわ。なるほどな。で、クロス効果で両方の効果がアルギロあるから除外されて無効される、強すぎワロタ。強すぎワロタ。まあ、一応でも、これさ、召喚してさ、こうじゃね？わかったわ、これ。これでさ、これであいつ巻き込むって言ったら絶対発動するじゃん、あれ。いなくなるじゃん、多分あれ、モンスターが。ってことは、これレギュラス君の効果破棄じゃねえや。おい！ふざけんなよ、こいつ。いや、でもこれ、伊達で突破できる！いける、リリー・ボレア！お前の伊達を見せてやれ！うるせえ！きしょいわー、何このゲボきしょデッキ、これあれじゃない、これアルバス、伝説のアルバスビートするしかないってことこれあのトラップカードどうしたらいいですか、自分あのトラップカードどうしたらいいですか、すいません無理やって、なんでそんなカード入ってんだよ、おかしいだろ、おかしいだろ、ふざけんなマジで。いやせめてなんかセンサーバンベースとかにしとけよ。おすげえ、フィールドすごっ、マジでそのギミック。